はいどうもこんにちは、レッツです。ということで今日はですね、ダイソー購入品を紹介していこうと思います。ちょっとね、ダイソーさんのサイト見てて、なんか新商品でいいもの出てないかなと思って見てたら、めっちゃ欲しいものが載っててさ、え、これも欲しい、あれも欲しいって思って買いに行っちゃったわけよ。で、それで新商品欲しいなと思って買いに行ったら、ちょっと実際結構なくて、多分人気なのか売り切れたのかな。でもね、めっちゃ気になるものを発見したので、今日はそちらをご紹介していきたいと思います。あ、でも新商品ちゃんと1個ゲットしてきました。ってことで買ってきたのが、ちょっと取ってくるわ。ってことで買ってきたのはこちら、ツリン。結構大きさ大きいよね。じゃあね、今日も早速こちら開けていこうと思うんですけど、みんな気づいてくれました？いつも俺実はカラコン入れてるんですけど、今日カラコン入ってません。裸眼でいきます。ってことで、まず1個目買ってきたものがこちら、ドゥルーン。これがね、ダイソーさんの高濃度 50% アルコール除菌ウェットティッシュでございます。まあ今までもね、こう除菌ウェットティッシュってみんなも使ってると思うし、俺もね、本当によく使うから、もう手が荒れちゃったりしてたんだけど、その中でも今回ね、高濃度アルコール 50% 配合ってすごくない？まあこれがね、新商品なのかはちょっとよくわからないんだけど、俺はね、見たことなかったからね、ちょっと買ってみました。実際どうなのかわかんない。手とか拭いたら荒れちゃうのかな。で、この大きいのはね、もちろん使うんですけど、なんか2個100円で売ってるのあるじゃん。あのサイズもないのかなと思ってみたら、はい、ちゃんとありました。ほら、こんな感じです。ちょっとこれ開けてみてもさ、ほら、こんな感じ。変わんないよね、サイズとか。そして次！次は、ちょっと実は結構普段使ってるやつ。ででん！こちら。ダイソーさんのブルー迷彩マスク。これがね、5枚入って100円なんですけど、まあ、よくね、みんなお買い物とか行っても、不織布マスクって大体黒か、まあ、白か、あっても水色、ピンクとかじゃないですか。でも最近って、不織布マスク、ちょっと見てみると、よくこういう柄が入ってたりとかさ、あとグラデーションが入ってるもの多くない？で、まあ、俺何個か買ってみたんだけど、グラデーション俺実は顔に合わなくって、じゃあ何がいいかなって思った時に、この迷彩があったわけよ。で、これ出してみたら、ほら、こんな感じで、本当に不織布に印刷されたって感じで、裏はね、ちゃんと白なんだよね。で、外からね、見えてもかっこ悪くないように、ほら、ちょっとね、この、ゴムにも色付きなの。すごくない？これ。で、これだから実際つけてみると、目立つかなって思うんだけど、ほら、こんな感じになります。まあ、結構目立つけど、でも、布マスクとかも結構柄あるし、全然不自然ではないよね。大きさも結構大きめです。まあ、ちょっとね、いつもの不織布に飽きちゃったなっていう時は、ちょっと気分転換にいいかも。てかさ、最近みんな暑くない？俺もう本当に最近暑くて、もう本当に飲み物、結構冷たいもの飲んだりとか、それこそね、今、このタンブラーでコーヒー飲んだりしてるんですけど、本当にね、暑い時って冷たいものを体が欲するんですよ。もうなんか、冷たいもの、冷たいもの、みたいな。もう俺さまようぐらいだから。で、まあその冷たいもの欲しい時って、やっぱみんな何思い浮かべます？もう俺は絶対に思い浮かべるのは、アイスとかき氷。で、かき氷するんだったら何が必要ってなると、やっぱあれ必要だよね。そう、それがお次こちら。まあ、これがね、ちょっと200円商品なんですけど、スクエアボールってやつらしい。スクエアボールってやつ。見てほら、これちゃんと、ガラス製で、ほら、こんな感じで、すごいキラキラして綺麗なんだよね。すごくない？ほら、これ。これ、やばいよね。ちょっとね、この透き通ったブルーが夏感あるし、なんか夏の思い出を思い出させてくれます。ちなみに俺の夏の思い出は、やっぱり、おめん。え、みんな夏祭りそれ買いません？で、やっぱりこれ見ると余計に夏祭り思い出しちゃうし、夏祭りってやっぱかき氷食べるなって思っちゃって、これだけじゃできないからこれ買っちゃいました。もうそれがね、もうこれデデン、これダイソーさんに売ってたのすごくない？こちらがかき氷シロップのメロンです。で、俺が買いに行ったところには他にもイチゴとブルーハワイとあとマンゴーがあったんですよ。で、俺本当に子供の時からかき氷といえば絶対にこのメロンかブルーハワイだったわけ。でも最近はブルーハワイももちろん食べるんだけど、最近ちょっとね、メロンの方がね、なんか半魚丼効果のせいかちょっと好きになってきました。え、みんなはかき氷何が好き？もうかき氷といえば絶対ブルーハワイかイチゴかレモンかみぞれかメロンか宇治金時じゃないですか。まああとはね、練乳かけたバージョンがいいとかないとか、あと白玉乗ってるのとかないとか、まあ屋台だったら白玉ないか。え、みんなはどれが好き？俺は今ダントツメロンです。ぜひみんな教えてね。夏休みの思い出みんなでまた語ろう。あ、 YouTube ライブで待ってます。いや、やっぱね、かき氷はもう俺はメロンだね。ってことで次これ。いや、やっぱ気になっちゃうじゃん。俺マンゴーも好きだからさ、見てこれ、ほら、マンゴーシロップ、すごくない？台湾風マンゴーミルク風味シロップって書いてある。マンゴーじゃなくてマンゴーミルクだったわ。え、100円でさ、こういうちょっと変わった味が楽しめるのも嬉しいよね。うわっ、マンゴーラッシーの匂い、これ期待大なんだけど。やば、
ちょっとかき氷作りたくなってくるよね。そしてお次、お次はね、もうかき氷食べるならこれないと絶対食べれないやつで、ちょっと最近お家のが古くなってきたので、まあ何個か買おうと思って買いました。それがこちら、ズルン。これがね、名前がアーバンダイニングティースプーンってやつで、1個100円でした。ほら、ちょっとなんか持ち手とか高見え感あって良くない？これで開けてみるとさ、お、開けると、開けた方がクオリティの高さ感じる。で開けるとほら、でまず表がね、ほらこんな感じにここの持ち手のとこついてて、これ表だけかと思ったんだけど、裏見たらほら、ほらまず横もこんな感じになってて、ほら裏にもついてるんだよね。すごくない？これ、これ100円で買えるのめっちゃいいわ。っていうか見て、今気づいた、これ見た目だけじゃない。まあ普通スプーンってこうやって持つじゃん。持つときに、まあ、お箸持つときってなんかこうやって持つでしょ。なんかちょっと手今どんな形か、実際持たないとわかんないけどさ。まあ、こうやって持ったときに、ほら、形がね、ちょっと箸っぽくなってるから、持った感じがね、箸一本持ってる感じ。やばいこれ。結構、ありよりのありありだわ。いや、めっちゃいい。え、待って、ほらもうこれ完璧じゃない？あともうここに氷あったら最高だよね。ってことでお次は新商品でございます。新商品、これ一瞬新商品なのかなって迷ったけど新商品です。じゃじゃじゃん、こちらかき氷機でございます。でもさ、500円でちゃんとかき氷できるのか気になるよね。とりあえずこれ中何入ってるか開けていきましょう。で中開けてみると、ほら見て、なんかね、ドームみたいな、なんかちょっとアイスクリームメーカーみたいなのが見える。で中出してみると、おお、これハンドルだ。まずね、この回すハンドルと、ほら本体入ってる。で出してみると、ほらこれが本体。なんか結構軽いし、なんか丸いし、すごくいい感じだよね。なんか想像してたのと違う。500円だし、ちゃんとできるのかな、安定性どうなのかなって思ってたけど、ちゃんとね、そこのとこにもほら、これちょっと見えるかな、ここにね、白い線がずっとあるんだけど、これが滑り止めになってて、なんか置いても全然ほら動かない。で他中には何も入ってません。説明書とかはね、この裏に書いてある通りかな。これを読んで使うようにしましょう。待て待て待て、ここに書いてるぞ。製氷カップ、かっこ別売りで作った氷を本体の中心に入れます。いけるかな。俺多分これ用じゃないけど、かき氷機用の丸い氷を凍らすやつ持ってたと思うんだよね。それであったらできるよね。ちょっとそれ作っていきましょう。はい、ということで洗ってきました。まだね、組み立ててないんですけど、これちょっと洗ってる時にね、思ったことがあるの。洗ってる時にね、この外れるところのこの反対側、ほらこんな感じでネジがさ、こうやって出てるから、これはね、ちょっと手に刺さらないように気をつけた方がいいかもしれません。まあこれにね、気をつけたら全然大丈夫だと思うんで、とりあえず組み立てていきましょう。洗う時はね、まあもちろん刃もついてるし、いろいろ気をつけましょう。ってことでね、ちゃんと丸い氷用意してまいりました。こちらサイズ合うかな。サイズ合わなかったらもうここでアウトなんだけど、まあ、ちゃんとね、専用の製氷機あるんで、そちらをね、みんなお買い求めください。ってことで入れていきましょう。あ、ちょうど良さそう。入れると、あ、見えるかな、ほらこんな感じです。なんかね、ちょっとネットでググってみても、なんかね、ぴったりじゃなくて、ちょっと余裕がある感じで、こんな感じで動くらしいから、まあこれはこれで正解だと思います。で、あとは氷入れたから、この上にさっきのこの木ネジのとこ入れて、スプリングはめて、まあ、これをかぶせて、あとこれをつけて回していくだけでございます。ちゃんとネジ合わなきゃね。いや、めっちゃ緊張するわこれ。あっ、ここだ。このガッていったところで止めた方がいいよね、きっとね。はい、ということでまず組み立ては完成です。もうあとはね、この洗ってきたお皿にここ入れていくだけよ。違うお皿準備します。え、隣に置いてたのに、これの。はい、ということで取ってきました。多分ね、これなら入ると思うんだよね。これならこれ入れてみて、やばい、ちょうどだわ。早速やっていきましょう。じゃあね、早速これ回していきましょう。いきますよ、いきますよ。みんな見ててね、ちゃんと氷出るか。いくよ、3、2、1、スタート。お、めっちゃ回しやすい。しかも安定してる。あ、出てる出てる出てる。お、すごい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 。めっちゃ簡単に出る。え、これぐらいか、これぐらいで止めるか、止めるか止めるか、これぐらいだな。え、見て、すごくない？ほら、めっちゃふわふわな氷できてる。ちょっとね、反対側できてないから、反対側乗せよう。すごい、これ簡単、楽、力いらない、全然。ほら、ふわふわ。ちょっとね、屋台とかで見る感じの粗めのやつなんだけど、でも粗めでもふわふわだ。ってことでね、かき氷って言ったらやっぱここが楽しいわけよ。みんなとかき氷シロップかけるとき楽しいよね。で今回はね、ちょっと俺欲張りだから、左右でメロンとマンゴーを分けてみようと思います。やっていきましょう。まずはメロン。まずはね、メロンのとこ半分。おおおお、見てほら、メロン色めっちゃ美味しそう、やば。で反対側にはマンゴーミルク、マンゴーミルク投入。あ、マンゴーミルク意外と
色薄い。ほら、こんな感じになりました。ちょっと入れすぎたかな。まあいいや、この上からかけよう。いただきます。なんかちょっとメロンフローズみたいな色。いただきます。うん、めちゃめちゃ正解だ。これうまっ。やば、マンゴーミルク。うわ、めっちゃマンゴーらしい。うますぎる。このコンビネーションみんなマジでおすすめだよ。あったら両方買うことおすすめします。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はダイソーの購入品紹介動画でございました。またね、うちでは夏を感じるのにこういうことしてますよとか、こういうの買いましたよとか、ダイソーさんにいいものあったよってやったら、ぜひともコメント欄にて教えてください。お願いします。いや、今回ねちょっと新商品手に入れなかったから、次回またダイソー購入品リベンジしようと思います。こちらのダイソー購入品紹介動画が良いと思ってくれた方は、高評価とグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。 Twitter、Instagram、公式 LINE、そして LINE ライブもやってますので、よかったらそちらの方も追加と登録の方よろしくお願いします。それではまた皆様お会いいたしましょう。バイバイ。